受けてきましたね、共通テスト模試。なかなか時間になっても入れなくて、半分からやったんですよ。英語は実は結構伸びたっていうか、前回よりは伸びててびっくりしたんですけど、数学結構やり込んだつもりだったんです。で、何点ぐらいだと思います？なんでそんなここでクイズ出されるいやだって今年の、受かります？さて始まりました、もちつチャンネルです。さあ今回は藤川天さんがですね、はい、第2回全等共通テストもし受けましたんで、そちらの自己採点結果を聞いていきたいと思います。はい、ちょっとねズームの画面になってしまいますが、見ていただければと思います。藤川天さんです。はい、サラです。藤川サラです。はい、そうですね受けてきましたね、共通テストもし。はい、はい、朝から情報まで全部受けてきました。8時台だもんね、8時、8時みたいな、なんかすごい長い時間でしたけど、どうでしたか、はい、やってみて。まあ、難しかったですね。うん、あと、もし始まる前に、うん、なかなか時間になっても入れなくて、あ、そうなの？向こうの手違いじゃないですけど、なんかあって、8時20何分だったっけ ?25 分開始だったっけ、うん、なのに23分とかになってもなかなか入れなくて、うん、でなんか試験始まったぐらいの時間にやっと準備ができたとかって言われて、なんか中に入ったんですよ。なんか20分ぐらい押しての試験だったっていう。へえ、だって外で暑くないの？みんな待ってるの？めっちゃ暑かったです。みんな暑い中、なんでまだなんか入れないのみたいな、ざわざわしてます。そりゃそうだよね。うわぁ、きついな、それ。他の教室は、試験始まってるのに、僕が受けてる教室はまだ試験始まらないから、なんでみたいな。あ、それじゃあ、他の部屋は空いてたってことか？あ、もう空いてて、もう試験が始まってる状態だったんですよ。うん、始まってたんですよ。なのにまだ入れなくて、うん、2、30分ぐらい押して、試験やったんですけど、うん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 、その分休憩時間も短くなったわけか。はい、短くされて、はははで、なかなか解いてもいけなくて。なるほど。それは確かに厄介ですね。はい、そんなに、だってみんな朝早くからね、わざわざ来てるのに。まあ、それは結構厄介です。じゃあまあ、それぞれ、じゃあ順番に見ていきますか。最初に解いた科目が地理ですね。地理気候民、地理です。はい、地理で、じゃあ自己採点結果を。点数言えばいいですか？そうですね、はい。34点です。34点ですね、はい。なるほど。まあ、後で写真送ってもらえれば大文語と言えるんで。ああ、はい。まあまあ、後で送ってくれれば大丈夫です。はい、やった感想はどうでした？地理をやってみて。わかるところはあったので、うん、そこは点数取れたんですけど、でもわかんないところの方が多くて。うん、まあまあまあ、そうだよね、30点台だからね。でも分かるところも何箇所かはあって何箇所か。それで、何、次の勉強自体はしてるの？もういや、してないです。でないんか、過去の。今英語と数学しかやってないです。なるほどね、分かりました。じゃあそれが1科目目ということで、で2科目目は国語です。はい、国語ですね。ちょっと待って。はい国語悪かったですね、思ったより。まあ、なんか長かったし、大変だみたいな意見はすごい来たけど。はい、すごい長かったです。で、順番はどれからやった？漢文からやったんですよ。うん、前は現代文、大問1からやって、うん、で、漢文も古文も解けない状態で、もう適当にマークしちゃったから、うん、今度漢文、古文やって、現代文やったっていう。じゃあ、はい、5、4ってやった後に、1、2、3。大問5、4からやったってことでしょ？ 5、4やって、その後に現代文1、2、3。そうです。なるほど。わかりました。じゃあ、合計はどうだったんですか？合計60です。60？ ああ、200点満点中の60点ですね。はい、なるほど。それで、じゃあ、どうだった？古文、漢文はどうだった？何点だった？ちょっと待ってください。回答、はい、ありました、あります。はい、漢文が4ちゃう。漢文が45点中10点。うん、で、古文が45点中7。
うん、で残りが現代文で3つでってことですね。はい、はい、まあ、現代文大問1から45問中16、うん、第2問45点中22、うん、第3問が20点中5点です ね。了解です。なるほど。じゃあ今回はちゃんとマークのやつ、こう印つけてきたわけですね、問題文に。はい、はい、はい。まあそれだけの進歩。それも写真か何か撮ればいいですか。いや、それは全部やったら時間もったいないでしょ。もったいないから、 あれに書いてあるでしょ、何点って。これですよね。そうそうそう、それだけ送ってくれれば、はい、OK です。わかりました。はい、ではでは、続いての科目が英語です、はい。英語は実は結構伸びたっていうか、前回よりは伸びててびっくりしたんですけど。リーディングリスニングどっちから。リーディングです。リーディングね。はい、 OK。 はい、リーディングは、はリーディングが43点。おお、びっくりしたのか。びっくりしたの。リーディングがびっくりしたってこと？リスニング？いや、前回だって26とかですよ。うん、ポジティブ、いいことだけど、はい、ポジティブ。はい、43。伸びてるじゃん、と。で、出来は何、自分としては良かったなと思った。はい、ちょっと、取れてるとこが結構あって、良かったんじゃないかな。前半、後半？いや、第5問が16点も取れて、いや、満点取れてるんですよ。満点？ほら、すごい。うん、あ、ダメダメ、ネタバレしちゃうから映せない。まだもし受けてない人いるかもしれないから。あ、そうなんですか。まだいる可能性ある、全然。だから、はい、あ、すいません、何も。で、なるほどね。OK。じゃあまあまあ、最終的に結果が届いた時には、それぞれの大問もね、見れるかもしれないですけど、はい。OK です。はい、まあ、良かったんじゃないですか、それは伸びて。はい、で、リスニングが。が44。おお、ほうほうほう。なるほど、44、43、うん、ということでございました。まあまあまあ、リスニングも伸びてるよね、前回。もう伸びてます。で、一番いいのは、第1問が25点中14ですかね。うん、なるほど、OK です。じゃあまあまあまあ、よかったんじゃないですか、4割台までいけたんだから。はい、3割と4割じゃ全然違うからね。そうですね。OK、です。結構、前回より伸びれて嬉しかった。うん、恥ずかしいですけど。よかったと思います。はい。では次は？英語で、次が。数学じゃない。数学ですか。数学。うん、あとに理科でしたっけ。うん、そう。数学、結構やり込んだつもりだったんですけど、もう前回とあんま変わらないですね。そう。数 1A、9過程でね、9過程で。9過程で、点数が21。うん、確かに。21じゃ、まあ、変わらんな。うん、なるほど。普通にですか。普通に B ですね。はい。いや、27。もう、どちらも20点台、ね。うん、ちょっときついですね。うん。やっぱまだ数学は伸びてない感じかな。うん。素因数分解とか基礎的なところは点数取れていたんですけど。うん、数一が特に、数一 A って文章多いじゃないですか。あ、多いね。うん。もうちょっと。読むのがきつい。はい、読むのが、きつかった。うん、なるほどね。前回、あれ、数 1A は上がってんのか？それでも。1A だけやったはず。うん、で、今、ちょっと待ってください。26？ 下がってるやん。ちょっと、うん、なるほど。あ、でもこれ、成績のやつじゃないんで、うん。出るかわかんないですけど。では、が、理科ですか？はい、理科です。理科は何にしたの、結局？まあ、物理科学、物価です。うん。いや、すいません、物理が34。うん、お、早い。もう物理が34。はい、あ、ま、早すぎました。え、ちょっと待って、まあ、大丈夫です。科学が38。おお、38。なるほどね。物価はやってないんだもんね、今は。はい、今やってないです。うん、なるほどね。でも、これもねだっけ、ちょっと待ってください。うん、基礎的なところ、一番最初の方は、解けたんですよ、ね。うん。あ、科学か。うん。科学は、なんか、はい、基礎的なところはすぐに分かったんですけど、これからの、なんだ。後ろは難かったと。あ、後ろは難かった。
え、科学と物理って何ですか？その予備校行ってた時さ、選択したの？それ。あ、物理科学選択してました。受けてたんだ。はい。で、まあ、難しすぎて、文系に行ったって感じです、うん。なるほどね。だ次第では使ってないもんね、だからね。受けた時。使ってないです。なるほど。また一からやんなきゃいけないってことでしょうね。はい。もう、3割、科学が4割近く取れてるのはちょっとびっくりしました。もっと取れないと思ってたの。じゃあ、情報です。はい。情報。で何点ぐらいだと思います？なんでそんなここでクイズ出されるんだ両方なんてだ想像もできないよ。どんな、いわゆるほら、理系的な要素とさ、文系的な要素があるじゃん。そこのさ、はい、常識的な問題でね、解けるものもあると思うんだけどさ。なんか受けたことも、何にも知らない状態で受けたんですよ。うん。が45点。うん。で、うん、この、今回受けた中で一番点数が高いのは、あの、これなんですよ。情報なんですよ。何もわからない情報が。そしてもう最後の時間だから一番疲れてるはずなのに。そうなんですよ。それで情報が一番高かったということでございました。だからちょっとあえてクイズ出したっていう。え、あれな、なんつった？あえて何？あえて、あの、つまらないクイズを出したっていう。高くもないし低くもないのに。すいません。で、今の勉強としては今、英語の単語帳、主役英語の単語帳と、ああ、主役英語ですね。はい、完全攻略、中学英語の、うん、をひたすらやってて、で、数学が 1A、チャートやってる感じです。なるほどね。英検3級はどうなったの？受けてない。違う。今度受けんじゃない？ 8 月とかじゃなかった？ 8 月はい。受けますよね。多分。わかんない。え、その勉強してないのは、あの、あれですよね。中学英語ですよね。まあね。でも、リスニングがあったり。あ、完全攻略っていうのが、その、全体の中学英語のやつ。ああ、あれやればいいのかなって思ってました。あれやれば半分で覚える単語選挙と、それと総合対策のやつね。まあ、そっか。まあ、一応、ライティングとかね、スピーキングもあるからね。あ、ライティングなんすか。それは、そうだよ。あるよ。英検3級。だから、その勉強していかないと、ライティングの3級の勉強していかないと受かれないから。ああ。ちゃんと、過去問やったりして、ちょっと英検3級。あ、わかりました。過去問やります。そう、それで。過去問、はい、まだ何もやってないです。そう、だから、出題形式知っていかなきゃいけないから。それをちゃんとやっていきましょう。はい、はい、ということでございました。以上、藤川店さんの自己採点でございました。今回は自己採点とのえげつないズレないでしょうね。はい、おそらくないと思います。今回はちゃんと乖離せずにできるということで、まあそれだけでも十分な進歩ですから、はい、ちゃんと自己採点ができるっていうのもとても大事なことですので、はい、はい、本当に医学部受けんの？はい、すげえ。でも今年受かろうとは思ってないです。また留年するの？いや、だって今年、ま、受かります？自分で言ったよ。その前にあれは、あの、卒業はどうするの？だって卒業もするんでしょ？は、したいですね。はい。あの、まあ、でも今年受かりたいな。頑張ります。4月までは何？休学でしょ？どっちにしろ。はい、どっちにしろ休学です。わかりました。じゃあ。ちょっとどうなるのか、はい、見守ってもらえればと思いますんで、はい、それで、はい、今回は藤川さんですね、第2回全統共通テスト模試の自己採点聞きました。はい、お疲れ様でございました、長丁場。はい、あ、はい、ありがとうございます。ではまた次は、そうですね、英検が確か8月だったと思うので頑張って、それに、英検とトイックもですか？そうだ、トイックもあるんだ。いよいよトイックも受けるんですか？ですか？いや、確か申し込み合いされてたよね、もうね。うん、はい。はい。いや、はい。そちら、頑張っていただいて、やってもらおうと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。テキボコチン。はい。じゃあ、頑張って。はい。変な、くだらない配信ばっかしてないで、ちゃんと勉強してください。